皆さんこんにちは、プロゴルファーの大和恵里奈です。今回はケアの仕方ということで、コンプレフロスを使った活用方法を紹介していきたいと思います。今日は、5つ の活用方法を紹介していきたいと思います。ゴルファーの皆さん、ぜひやってみてください。次はふくらはぎのケアの仕方を紹介します。男性でしたら、こちらの、ブルーベリーの色の、22m、女子の場合は、こちらのライムグリーンの方の22mを使ってください。足首の少し上ぐらいから巻いていきます。 1.5 倍でしっかり強めに半分、ゴムが重なるぐらいでしっかり強く巻いていきます。左右にずらすように揺らしていきます。下5回、真ん中5回、上5回ぐらいずつです。から足首を前後に5回ぐらい動かします。その後左右5回ずつぐらいに回します。からストレッチで、膝を曲げて、ふくらはぎを動かす、ふくらはぎを動かすようにしっかり伸ばしていきます。そして最後、つま先立ちになってトレーニングを5回やります。そして外していきます。で、外したらまた同じく3回ずつでいいんで、前後で足首回し2回から3回ぐらいで、同じく膝も伸ばして、で最後トレーニングも3回ぐらいで終了となります。はい、ふくらはぎなんですが、やっぱりゴルフはすごくふくらはぎを使うし、たくさん歩くので、すごく疲労もたまりますし、スタート前にやるんであれば、すごくこう瞬発力がすごく高くなる感じが私はして、飛距離にすごくつながるなっていう感じがするのと、ラウンド後にする場合は次の日の疲労を残さないように、すごくこうストレッチでもできないケアをしてくれるので、すごく助かってます。足がつっちゃう人はすごくいいと思うので、そういう人にはぜひ使ってほしいです。